バーから結ぶに直してほしいところがあるというタレコミが入っております。川村彩乃ちゃん、はい、お父さんと電話するときは教えてほしい。これなんか、いや、すごいんですよ、ひどいんですよ。なんか、あの普通に先輩と会話してるときに先輩なんとかですよねっていう感じなのに、お父さんと電話するは？うるさい、LINE してLINE して言うてるやんみたいな。反抗期なんですよ。あの、あれでしょ、あの盆栽カップに出演したパパでしょ。そう、いや、あのお父さん実は盆栽が趣味でそうなんですよ。なんかいつも知らない間に私の部屋が盆栽部屋にいろいろあるんですよ。なんかもうそういうのが積み重なって積み重なって今もうちょうど大爆発してる時期で。そうか、それは間違いね。やっぱお父さんちょっとスマホをやっぱ使えないのか、まだ電話が結構好むんですよ。で、いつも LINE してって送るんですけど、違うやん、ねえやったらな、ニュアンスが伝わらないやん。どうやって返すの？どうやって返すの？ニュアンスなんかそんな違うわ。でもやっぱね、反抗期だって可愛い。パパは娘が大好きだからね。そうですか。いつか、いつか分かる、いつか分かりますね。いつかごめんねって時が来るよ。でもたまになんかガチで謝れると、ちょっと悪かった。ごめん。